だから擬音擬態を使う練習もしといた方がいいですね。特に男の人、女性はうまいんです。オノマトペ、擬音擬態を使う達人は子供と女性です。もう子供って絶対使ってるよね。飛行機くんブーンって言うやん、絶対あれ。さあ飛行機離陸して、そしてまっすぐ行って着陸しますって言ってる子供おる。ブーンってやってるやん、うん、あれ親教えた？ブーンって。いい、この時はブーンって言うんやで。教えてよ。この時はくるくるって言うんやで。教えてへんのに言うよね。子供っていうのはこれ、なんでオノマトペは子供と女性がうまいか知ってますね。もうね、これはね、脳の構造の問題なんですよね。脳って大脳のことね。大脳新皮質っていうのはエリアにいろいろ分かれてますね。運動やがあって、感覚やがあって、言語やがあって、聴覚やがあるってね。言語やっていうのは言葉を喋るための脳です。それを人間持っとるから喋れるんです。犬猫にはないんです。だからワンとかニャーしか言えないわけです。大人になってくると、特におっさんですわ。おっさん化してきますと、脳がどんどん分化してくる。分化してくるっていうのは、そのエリアだけで何かをしようとしだすんですよ。部位だけでやる筋トレみたいなものになってくるんですね。例えば喋るときは言語やだけで喋るようになるんです。これはね、面白くないんですよ、そういう人は。言語やだけで喋ると。で、子供はね、子供の時って脳ってどういう状態かっていうと、大脳の新皮質がまだ分化されてないんですよ、あんまり。分化されてないっていうのは、全部の脳がリンクして喋るんですね。大人の男の人は言語やだけで喋れるんだけども、子供は運動やと感覚や、で、言語や。これ3つがめっちゃリンクして喋っちゃうんですよ。子供って、なぁ、あのなぁ、ほいでなぁ、なんかなか出てけへんやんか。そんなおっさんおったらもうあかんわな。ちょっと違います。文化してない。子供はなって言葉出ないのは、あれ脳が文化してないから。体の感覚を言葉にしたものが擬音に言ったでしょ、くるくるとか。だから感覚やと運動やと言語やが密接につながって喋るから、ブーンとか言うんです。車もブーブーって言うやん。おっさんがブーブーとか言ってたら、ちょっとファンキーなおっさんですね。でも言った方がいいんです、おっさんはね。女性はね、女性もだから言葉、硬い言葉、男の人が硬い言葉使うね。分かりやすいが政治家さんが喋ってるような言葉かな。あれはもう言語やだけで喋ってるから思んない。だいたい総理大臣くるくるとか言わないでしょ。もうロシアはくるくるパーですよとか言わない。言った方がいいんですけどね。言語やだけで喋るよ。だからなんですよ。だからおっさんはそうなりやすい。で、女性はね、本当に今だからほぼさんとか女性が圧倒的多いやん。子供の相手うまいんですよ。子供に何か教えるときに、子供はね、これどうやるってお父さんに聞くわけ。お父さん、こうすんねや、こうやってこうすんねんって言っても、子供はもうこればっかり喋るから、お父さん、わからん、わからんってなって、違う、こうやんねや、なんでわからへんねやってなって、そこにお母さんが来る。どうしたの？わからへんねん、もうこれくるくるってやってもらうって言ったら一発でできる。くるくるでやってもらうにええねん。それを言葉で説明するでしょ。擬音擬態語ってだからすごい言葉なんですよね。日本語は擬音擬態語のオンパレードですから、普段よく使っていくといいですよ。まあ長嶋監督なんてよく使ってはりましたね。もう悩みに悩んでバッティング悩んで、どうすればいいですか、スーッてってガン。指導言語スーッてってガン。一言で終わりやね。これを言語やだけで喋る人はいろんな言葉で言うねん。もうならスポーツ選手頭混乱やねん。で、特に悩んでるスポーツ選手なんて余計混乱するねん。ましてや体の悪い状態の患者さん来たら、もうそんなん言われたらもう分かるよ。余計脳疲労起こしてもうしんどくなるねん。だから擬音擬態を使っていって、使ってた方がいいし、縦腰体操ってわざわざ使うようにしてますね。ゴッコキリリクルンってやってるよ。あれが急性関節から45度高い。難しい。急性関節45度高い。セーとか言ってる。絶対に声も緩まないからね。だからここキリクルンね、たまにドムクくるんとかやってるのは脳を変えるための作戦。だから例えばしたやつをやってたら変わるんですよ。僕もこうやって今こんな人に笑ってもらえるぐらいで、おかげさんで喋れるようになってます、無事。だけど中学まで全く喋らない少年でしたから、川上裕太君。前にいなれ、絶対こうでしたね。小さく前になれとかやりたかったですね。小さく前になれもやったことない。先生、それでわかりやすい体操できたんですね、こら。ほんまにね、だからこれは大事なことなんで、オノマトペの大事さ分かってくれました。だから普段から意識的に使うっていう作戦もあるんですよ。大人やからも意識的に使っていくことってできるやん。ただ大人の脳一回持ったから、
一回やって、だから実況中継してたらいいねん、日常。今ペンをポーンって置きましたとか言うこれをスッと取ってとか言ってもいちいち実況中継するの。そして椅子にジョコンと座りました私とか言うからこんなの勝手に見せてくれよ。それプラス縦越し体操やったら脳が変わって大脳全部がリンクして喋れるようになると見事に指導が上手くなるんですよ。これを一からテクニックだけで切り取ってね、この時はこういう風に言ってくださいとかやってても無理だし、その人らしさが出ないやん。その人らしさはあるんやから、僕には僕らしさがあるわけでしょ。みんなさんのらしさ出すには皆さんの脳なりに全部の脳をリンクさせたら、硬い言葉しか喋れなかったおっちゃんがくるくるとか言っちゃうようになるんですよ。素敵なおっちゃんですよ。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の文字 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。